自民党の政治資金パーティーの収入をめぐる裏金問題で、東京地検特捜部は今日、安倍派と二階派の派閥事務所を家宅捜索しました。安倍派の事務所前から中継です。東京中田町にある安倍派の政治団体清和政策研究会の事務所の前に来ています。午前10時から始まった捜索は午後3時ごろ終了したものとみられます。安倍派をめぐってはパーティー券の販売ノルマを超えて集めた分の収入を所属議員側にキックバックし、その収支を疑いがあります。5年間の総額は5億円を超えるとみられています。こちらでは押収物を入れたとみられる段ボールなどが車に詰め込む様子が確認され、その後捜索を終えたとみられる係官らが続々とビルを後にしました。特捜部はこちらのビルのすぐ真裏にある二階派の政治団体紫水会の事務所の捜索も並行して行い、こちらは午後2時ごろ終わりました。二階派の政治団体については前の会計責任者が今日、特捜部から任意の聴取に応じるよう要請を受けたことが関係者への取材で新たに分かりました。東京地検特捜部は今後押収した資料の分析を進めるとともに、関係する議員への聴取を進めるものとみられます。